こんにちは、ゆみです。今日は谷川にある由来処招き屋さんに行ってみたいと思います。こんにちは。はよどうぞ。おすすめの飲み物をお願いします。失礼します。レッドの水割り、キュウリのスライス入りですね。ごゆっくりどうぞ。いただきます。メロンのような香りがしてとっても美味しいです。おすすめのお料理をお願いします。はい、失礼します。美味しそう。塩豚の煮込みになります。いただきます。あ、すごいすごい、プルプルで柔らかいです。ありがとうございます。美味しい。豚肉に塩を打ってから完成までに2日かかるので、その後はもうじっくり煮込んで柔らかくしています。そうなんですね。すごい、もう味が染み込んでてとっても美味しいです。ありがとうございます。失礼します。こちらもおすすめなので、よろしければお召し上がりください。ナスとトマトの肉味噌ピザになります。美味しそう。ナスと肉味噌がトマトとベストマッチです。 ありがとうございます。美味しいです。全てもうちで手作りしているもので、大人の方から、子どもの方までもう大人気の、一番の人気のピザになります。美味しい。ベストマッチです。ありがとうございます。それでは招き屋の牧大地さんにお話をお聞きしたいと思います。牧さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。招き屋さんはオープンしてどれくらいになるんですか？2000年の7月7日にオープンしまして、今年で21年目になります。21年になるんですね。はい。お店の名前の由来について教えてください。はい。由来どころっていうのは島の言葉で、人が集まる集う場所っていう意味で、あとはもう招き屋っていうのは人を招く、招き入れるっていうことで、由来どころ招き屋っていう店名になったと聞いてます。そうなんですね。こちらは飲み放題コースはありますか？はい。飲み物だけの飲み放題は2時間で2000円、3時間で3000円っていうコースと、あとはお食事がついてるコースは料理が7品ついて3500円の、飲み放題が2時間30分のコースがあります。お店の PR をお願いします。はい。
観光の方向けにはもう島料理のコースであったりとか、まあ、島の食材を使ったお食事っていうのもあるんですが、まあ、島内の方とかに関してはもうメニューの幅が広い部分があるので、もう大人の方から子どもの方、お子様連れの方たちまで満足していただけるようにということでご案内させていただいています。ありがとうございます。当店の2階にはカラオケランドミューズがありまして、当店をご利用いただいたお客様には割引券をお渡ししています。専属の駐車場もありますのでお気軽にご利用ください。あとは盛り皿だったりとかテイクアウトっていう方面も行ってますので、感染症対策の強化もしていますので安心してご利用ご来店お待ちしております。おいしいお料理とおいしい焼酎、ごちそうさまでした。奄美黒糖焼酎レント仕込み水には世界自然遺産登録地域の湯湾岳の伏流水を使用。味わい系と香り系の酵母2種を3ヶ月音響熟成することによってまろやかで軽やかな口当たりの黒糖焼酎。飲み方は自由です。ロック、水割り、お湯割り、炭酸割り、カクテルなどでお楽しみください。